はい、どうもルルシュでございます。今日もねまったりやっていきたいと思うんですけども、久々にね最近コンビニで一番くじを引いたんですよ。動画をね見てくださっている皆様だったら何の一番くじか絶対当てられると思うんですけど、もちろんカービィですね。で、運試しで一回引いたんですよ。そしたら見てください、この素晴らしいワロちゃん、なんなんこのクオリティ、やばない？これねすごくね重量感もあって可愛すぎて、私ドレッサーに飾ってるんですけどちゃんと立つし、このどっから見ても素晴らしいフォルム。あのね最近ネイルを黄色にしたんですけど、なんかマッチング、めっちゃマッチングすごいね、シンクロ率 100% いってんな、これすごいいい感じ。え、ワドちゃんのためにこのネイルにしましたって感じのネイルじゃない、これ。これ見て見て、ほら、いやもう一発でこれゲットできたからもう本当に嬉しくて、もう毎日眺めてもうね幸せって感じです最近は。なんか最近さメイクで多孔感メイク、こう多いに幸せに感じるのか多幸感メイクみたいなのが流行ってて、何かっていうと、もうワドちゃんだよ、見て、この幸せそうな顔見て、これね、見てるだけで幸せになるでしょ。だからワドルディを真似したら多幸感メイク絶対できるなって思う。いやもうこのさチークの入れ方今時だからね、これワドちゃん最先端いってるから。ここのね、あのほっぺたのここにチークを入れるんですよ今。ここ、まあ、一昔前までチークをこうね横にわーっとね入れるのも入ってたと思うんですけど、今はもうこのここです、ここにピッてピッてピッて、ここですよね、ここのゾーンに入れる、要はワドルディゾーンにチークを入れれば多孔感メイクできるんじゃないか説。はい、ということで本日はつむつむのガチャを引いていきたいと思います。今ねセレクトボックスでこのねこの子たちが来てるわけですよ。でね調べたら女王&鏡ね、鏡よ鏡、世界で一番美しいのは我っていう、その鏡のやつね、鏡とあの女王のコンボね、コンビね、うん。でこのね多分これが一番当たりらしいんですよ。でしばらく私ガチャ引いてなかったんで結構コイン溜まってるんね、うん。まあプレミアムボックスも引いてなくて、ただセレクトの方が出る確率高いじゃないですかね、一体一体が、まあ、セレクトマスなんですけど、なんかしばらくいいセレクト来なくて、まあ、今回ちょっとね、まあ、ちょっとこの鏡と女王が気になるんでね引いてみたいと思います。まあ鏡と女王、ん、女王と鏡、まあ全部使うというよりはちょっと様子見ながら弾いてみたいと思います。いきます、いきます。クルエロさんでございます、スキル上がったよ。クルエラって緑のアイシャドウしてるのね、今びっくりしたわ、今めっちゃ緑のアイシャドウ、すごいメイク上手なのねクルエラさん、すごいね。はい、いきます、2回目。おえ、キュートエルサだって嬉しい。じゃ、アナはね、持ってたんだけど、エルサ持ってなかったので、ちょっと嬉しい、これ。かわいい。ごめん。なんか私ね、なんか昔の動画で、ね、かわいいをね、かわいいって言ってて、すっごいキモいって言われたんで、ちょっとやめます。やめます。そうだ、そう、言われてたんだ。そうだ。私は、おかわいい。え、これ妖精さんだよね、妖精さん。そう、昔の動画でなんかね、こう私キモ発言してるからね、ちょっとね見るのがはばかれる。派手ですよ、どんどんスキル上がるやん、どんどんかぶるやん。今何回見ました？クルエラ、エルサ、妖精、派です。はい、なにこれめっちゃ可愛いんだけど、なになになに、音楽ついてんの？え、超可愛い、勇者ミッキーだって。もうちょい引こう、いきます、ピューレットチャーム付きのピューレット来たよ、ありがとうございます。かぶらないね、なかなかかぶらないね。いきますよ、
やっと好きだけしたいかな。ちょっともうちょい引くか。ちょっと好きだけちょっと欲を出していくよ。ここでは欲を出していくよ。8回目。あ、ピグレットのスキルを上げ引き上げしたよ。はいはい、9回目で10回までいきます。はい、イケメン不倫ライダーさんありがとうございます。ではラストいきます。女王出た、嬉しい。ちょっと使ってみよう。はい、フェアリーさんということでありがとうございます。マジつむつむってすき上げするの超難しいじゃないですか。いや、私は初心者なんでね、ちょっと難しいんですよ。なかなか上げられなくて。だから、ちょっともう一体ぐらい欲しかったんですけど、まあ、今日は10連で貯めておきたいと思います。いや、よかったー。女王と鏡ゲットしたな。ちょっと嬉しい。まあ今ね、シンデレラのチャーム、あの、お花のシンデレラさんがね、ちょっとすごいお気に入りでずっと使ってるんで、もしね、本当に、その、女王と鏡がめちゃめちゃいいならそっちに乗り換える可能性もあるんですが、まあ、愛着があるのはシンデレラさんなんで、まだしばらく。はい、ということで本日は、つむつむのガチャを引いてきました。無事に女王と鏡ゲッチュできて嬉しいでございます。ちょっと使ってみたいと思います。はい、まあ今後もねぼちぼち動画を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さんゴールデンウィーク楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。まだ早いけどねではね、次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。